始まりました。しゅうちゃんおとです。本日いよいよレジェンドカップ最終日でございます。今日優勝戦をね、一緒にクリピさんと見たいと思います。クリピさん、優勝誰だと思いますか？加賀谷とまさとに期待してます。やっぱり川口勢ですね、はいまあ、思想気配がね、まだちょっとわからないんで、今の段階でということなんですけど、僕も同じく、はい、やっぱりあとタックが怖いかなというふうには思ってます。はい、まあ、最終日最後ね、楽しくやっていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。スタートまでは10秒を切りました。1本目の7レースですね。こう1番の野呂選手、こちらを逃げようで期待。あとは今日誕生日の岩沼さんがどういうレースをするか、それが注目。思想の気配でもなかなか取れねえと思ったけど、10メートルラインのアウトコース3番の辻大樹、人気の軸となった一戦。さあ2本目の8レースですね。プロレースはどうか事故なくお願いしますよ。さあ辻君、しっかりスタート切って頼みます。まずは桜木さんより先、ここが第一条件。さあスタートで出発しました。見ろ、よし、まくった、とりあえずまくった。あと押しゃくついてて、ちょっと飛びかけんだけど、どうだ。しっかり待って、いっちゃ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 い、よっしゃ、
岩さん行った。岩さん怖えな。岩さん早いな、怖えな。頭まであんのかな。辻逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げて逃げて逃げて、追求逃げろ。4番手ダラオが上がってくる。1番の下が奪って下がりました。さあ、ダラオ選手来た。さあ、ダラオ選手来た。2番手4番岩田、3番手とここで8番ダラオ外氏が上がってまいりました。6番の掛川が、掛川君頑張って。掛川君ある、掛川君ある、掛川君来い。海外頑張れ、海外頑張れ。4番の岩田、2番手変わりません。3着まで来い、海外さん、3着まで来い。そして6番の頑張って、どうやらこの3人による2、3番手の海外頑張れ。残りが1周回、先頭3番の辻大樹、今節ここまで2着に終わりましたが、シリーズ初勝利の締めくくり見えています。2番手4番の岩田、今日に番わ、岩さん2着だ。これは3番手までとなりそうで、海外軍残念。逆で後ろから頑張れ、最後これか、これねか。初めて輸出を逃したという高橋。さあ9レースですね。これ2番の白津選手、あとは6番の久里選手、この2着で勝負でございます。まずは白川ね、白津さんスタートしっかり頑張って、2番6番この2車でスタート練習中、スタートで3番田中悟のフライングによって再発走となる9レース。いやー、白津さんスタート良かっただけに、もう1回頼みます。もう1回スタートしっかり切って頼みます。あとは久里選手、さあ2番6番でなんとかスタート。白津さんもう1回来い、いけ、伸びろ、かませ、かませ、うわ、それでも3位いったわ。いや、三菅さん早い早い、あれじゃもうどうしようもないですね。ねえ、いや、三菅さんめっちゃ早い。おじさんスタート行きやすくなったな。おじさん行った。来た、坂戸さん来た。うわやられた。これおじさんの2着目がキーだな。
スタート勝負の単ハンデ戦です。6番直島思想を出してここは人気上がりました。さあ10レースですね。ここは一択週末スタートをねしっかりここは行ってくれると、ここは信じています。最終日2つ上がりました。スタート10レース中行けば頭光って見えない、全然見えない光って全然見えない。わー結構厳しいな。篠厚行ったと思ったら全然後ろや。全然見ずれ。わー竹内さん行ってんだ。シナ下がってけ。1番の木村は6番手、その後ろ6番鈴木吉、2番の伊藤昌司最高、西日で全然見えん。2番手6番の青島が上がりました。4番の山際を捉えて、青島さん、青島さんだよね。青島さん行ってんだ。残り3周1コーナーで捉えました。6番の青島、わ竹内さん残るわ。山際君が残ってんのか、全然見えない。大島さん入っていった。いや思想タイム取りか。篠原三着だ。スタートよく見えたんだけどな。2日目に1本取っている4番の笠木、22期3連勝なるか。10秒を切りました。4番の笠木選手、あと6番の岩崎選手、この2者で勝負でございます。スタートしっかり頼みますよ。笠木さん、岩崎さん、最終日4、6でスタートしました。重要なスタート決めた4番の笠木、笠木さん行った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 、笠木さん行った。よっしゃ、外からかましてきたのは笠木、笠木前目に4番手、さらには8番の若井となっています。笠木、若上がってこい、若ちゃん、若ちゃん、若ちゃん上がってきて、若三浦航平3番手となりました。地元28期の間に4番の笠木、飛び込んで3コーナーです。22期元気いっぱいの最終日、4番の笠木が抜けまして、若上がってこい、若1番高橋義則、3番手が3番三浦航平、その後ろ7番の佐々木に8番の若、やめて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 、公平やめて、公平やめて、公平やめて、わかー、うわーやめられたよ。ケイさん勝ってるんですけど3着目なんですよ。みんな3着目に来ちゃったんですよ。懸命の追走も4番手、少し前とは距離があります。さあ佐々木2番手を狙っていく。しかし3番の三浦君、若やっぱ奇跡から1からだと、岩崎さん今日やんなかったな。スタートがダメでしたね。いやーしゃあない。あでも笠木さんの1着よかった、よかった。
伊藤有吉中村そして地元ただ一人2番の西原こちらも上位人気の一角を占めました。さあいよいよ優勝戦ですね。さあスタート全集中で頑張ってさあ亀谷頼むぜタックも頑張ってマサトも頑張って頼むスタートいいレースを前スタートしました。西原行った山田達也山田達が行ってんだ。高がチャンスあるよ。加賀行け加賀よし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 あるあるいけいったいったそのまま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 でいいそのままでいいそのままでいいよっしゃ頑張れ加賀や加賀頑張れつくよねこれの方が4が一番ね4が一番つくよしそのまま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 いや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 マサトダメカガー山立つ粘れ山立つ粘れうわーマサト来たマサト来たそのままもうそのままよし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 行け加賀やよっしゃよっしゃ来た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 頑張れよっしゃよーこれが加賀やさきあきはいということで最終レースを見ていただきました。今本庄駅です。エンディング取り忘れてもういやでも加賀谷優勝してよかった。本当嬉しかった。はいね加賀もねすごい嬉しそうでした。はいでねまあ最後まで、しっかりね表彰式前見てそこで今もうこれから電車に乗って帰ります。川口まではいそこで、電車の中でね編集してなるべく早くアップしたいと思ってます。最後のお願いです、ね、ぜひ皆さんタンチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュそしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。